孫さん、こんにちは。今回は限定動画でお届けしております。昨日はですね、ズーム対談の方、お疲れ様でした。ありがとうございます。もう対談もね、随分慣れたもんで、台本もスムーズにできたんじゃないかなと思います。そして、あの台本に従って、トークをね、重ねていくと、ちょうどね、50分から1時間ぐらいにまとまると思うんですよ。 ですので、非常にいい流れが FOMC から入って、サラリーマンの副業みたいな感じで流れていったかなと思います。でね、あの、昨日の対談で語りきれなかったことと、あとね、個別具体的にこんな人に向いてますよみたいな、あの、追加動画を撮ったらどうかなと思いまして、まあ、私もね、援護射撃代わりに、いくつかストーンさんのお株スクールのことをね、お話し,しようかとは思ってるんですよ、これからね。で、その中でね、例えば、副収入を3万円ぐらい増やしたい、 サラリーーマンの方に向けたメッセージみたいな感じで動画を撮ったらどうかなっていうのとあとは資金がそんんななにないんだよともう毎月のお小遣い大体2万か3万ぐらいしか使えない中でなんとか株にチャンスを見み出したい時はどうすればいいのかなみたいなこととかあと最近積みたて NISA に関しましてその税制がちょっと変わったみたいなことね変わるんじゃないかなってことをあの噂に聞いたんだけどあれはどういうことなのみたいな感じでそこをつかみにしてで私はその NISA に限らず株のことは結構。 やり込んでるんで、ご相談乗りますよみたいなねでそのためにはこのカブスクールってのもありますよっていう風な誘導を作ってもいいのかなと思うんですよあとはそうですねトヨタ自動車のネタってのは結構これからも使えると思うんですよというのがやっぱりねトヨタ自動車って電気自動車、水素、ハイブリッド、ガソリン車その他って感じでどこのユーザーさんに対しても受け皿を作ってるんですよねこれすごいことだと思います でもしかしたら電気自動車っていうのが今ね限界を迎えて中国の方ではハイブリッド車に移行しつつあるんですよねなんか600万台とかなんか売れたみたいなことを聞きましたけどもなんかの勘違いだったかな6万台だったかなちょっとその辺もねニュースに出てたと思うんで EV 車が中国では放棄されていってハイブリッド車に今傾いてるみたいなねそんなこともちょっとニュースで見たような気がするんですよこれ最近の話だったかちょっと前の話だったか分かりませんけども あとトヨタ自動車に関しましてはまたね新たなるうこうバッテリーシステムの構築とかやってるらしいんでニュースにマイーにいとにかく今回のハイブリッド NG そして EV 車各班の世界の流れっていうのは単なるトヨタいじめなんではないかなって言われるところもあってあながちそれも嘘じゃないなと思うんですよ。だっっってて電気自動車って結局どっかで 電電気作ってますかか。らね。火力圧電所とか、うん、結局エコじゃないんですよね。それからリチウムイオンバッテリーっていうのはものすごくそれを作る段階で CO2 を排出したりとかそれから廃棄の段階でものすごくね産業廃棄物としてあの地球に後遺症を残すようなものになったりとかっていうのでこれからだんだんね敬遠されていく動きになっていくんじゃないかなと思うんですよ。でそう考えた時に、 やっぱりトヨタだよねっていうふうに揺り戻せるためのその戻り場をねトヨタがね作り続けてるってところはこれはすごいなと思いましただって下手したら生産効率むちゃくちゃ落ちますからねでそれぞれの研究者の残しながらそこに今まで市場から集めた利益をどんどんぶっこんでいくつまりは社会に対すするる恩返しをしをてるんじゃなないかなと思うんですよ、まあ、こういうふうなねマインドのところも話題になるのかなと思うんですよ そしてそれぞれにトヨタ自動車の株価もしくは将来性について語ることっていうのはトヨタ株で勝負していきましょうっていう風ななんか一つのグループを作ることもできるかもしれませんしトヨタには様々な子会社関連会社がありますつまりトヨタだよねみたいなところでトヨタ関連株とかを扱っていくようなコーナーに乗りませんかってやったらもしかしたらねトヨタ自動車の関係者の方とか取引先の方が興味を持ってくれるのかなみたいな ことも考えたりするんですよね。まあ、今回たまたまトヨタを例に撮りましたけども、ストーンさん多分鉄鋼とかが得意なのかなと思うんですよ。うん。まあ、ちょっとね、その辺も合わせながら、まだまだ話したいことがあるみたいなシリーズをね、少しずつでも出していければ、スクールの信用につながるんじゃないかなと思いまして、今回の動画にさせてもらいました。まあ、何にしてもお疲れ様でした。ストーンさんと話すとね、私もね、ああ、ああいうのやってみたいな、こういうのやってみたいなと思ったり、今回この動画を作らせてもらったのも、 まあ刺激を受けてね、なんかこう自分が株スクールやるんだったらどうしようかなみたいなことをね思っちゃったんですよね。えー、多少おせっかいだったかもしれませんけども、まああのー、その辺はね、私との付き合いがある以上はそんなもんだと思って諦めていただければと思います。これからもよろしくお願いします。